ダスティン・ローデスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州オースティン出身。ゴールダスト、ダスティ・ローデス・ジュニア、ブラック・レインなどのリングネームで知られる。ゴールダストとしてのギミック上の設定では、カリフォルニア州ハリウッド出身ということになっている。父は元 NWA 世界ヘビー級王者のアメリカンドリーム・ダスティ・ローデス。コーディ・ローデスは、イボテ かつて WWE でディーバとして活躍したテリー、ラネルズと結婚していたが、現在は離婚している。往年の名レスラー、ダスティ・ローデスの息子として生まれる。学生時代は、レスリングやアメリカンフットボールに打ち込み、高校卒業後の1988年に、ダスティン・ローデスのリングネームでデビュー。父の主戦場だった NWA フロリナ地区で活動し、 1989年3月には全日本プロレスに初来日している。1990年の末より短期間、WWF に参戦。当時、ダスティ・ローデスも WWF に在籍しており、1991年1月19日のロイヤル・ランブルでは、テッド・デビアスバージルを相手に、初の親子タッグが実現した。1991年2月よりダスティと共に、 w c w 移籍。ザナチュラルをニックネームに、七同様のベビーフェイスとして売り出され、同年11月19日には、リッキー・スティム・ボート特訓で、アーン・アンダーソンラリーズ・ビスコから、WCW 世界タッグ王座をダッシュ。1992年9月21日にも、バリー・ウィンダムとのコンビで、テリー・ゴディスティーブ・ウィリアムスを破りド王座を獲得している。 シングルでは1993年1月11日、アトランタで行われたトーナメントの決勝でスティムポートを下し US ヘビー級王座を獲得。以降は同王座をめぐりリックルードと構想を展開した。1995年9月に WWF に移籍。WCW 時代の南部人キャラクターとは対照的に金色のコスチュームと ペイントで身を包んだ性盗作ギミックのヒール、ゴールダストに変身する。マレーナをマネージャーに従え、レーザーラモン、サビオ、ベガ、ロディ・パイパー、アーメット・ジョンソンだと構想。1996年1月21日には、ラモンからインターコンチネンタル王座をダッシュした。1998年1月からは、ルナバションを新しいマネージャーに、 プリンスにインスパイアされた、ジアーティストフォーマリーノーンアズ、ゴールダストを名乗り出し、より変態的なキャラクターとなって、ベーダーやマークメロと構想。その後、性同一性障害者団体からのクレームにより、一時期は、本名のダスティン・ラネルズ名義で説教者ギミックに転身するも、1998年10月より、ゴールダストとしてカムバック。欠場中に、 マレーナを寝取ったバルビーナスとの交想を開始する。1999年3月29日には、ロードドッグを破り、インターコンチネンタル王座に帰り咲き、以降も、アルスノーやザ・ゴッド・ファーザーを交想相手にミッドカード戦線で活躍した。1999年下期より、WCW に復帰し、セブンなる、回帰派ギミックを経て、素顔のダスティン・ローデスに戻る。 しかし2001年に WCW が WWF に吸収合併され消滅。以後、父ダスティが旗揚げした TCW を経て、2002年1月20日のロイヤルランブルでゴールダストとして WWF に再登場した。正当作から男色キャラへとギミックが修正され、コスプレやブッカーティーとのストーリーで人気を博す。2003年に、 エボリューションの襲撃を受け、電気のブレーカーに叩きつけられた際に感電したとして、以降トレッド症候群のような症状が出る設定になったが、次第に人気が加工し、同年12月に解雇された。その後、ゼロワンやハッスルに、ダスティ・ローデス・ジュニアとして参戦した後、ダスティン・ローデスとして、ティネに登場するが2005年に、女性への暴行罪で逮捕されたことが原因で、解雇される。 同年、タブ・チューズ・デイで WWE にゴールダストとして、スポット参戦。翌2006年に再契約し、RAW に復帰するも6月に解雇となった。2007年2月17日、ゴールド・ダスティンのリングネームで全日本プロレスに参戦。同年7月には再びティネに登場し、8月12日に行われた PPV 大会ハードジャスティスでは、 全身黒一式のブラックレインに変身した。ゴールダスト2008年10月26日、WWE サイバーサンデーにゴールダストとして、サンティーのマレラの対戦候補で出場。そのまま、WWE と再契約し、主に RAW のコメディリリーフを務める。その後2009年の追加ドラフトで RAW に移籍してきたホーンスワグルと共に活動していたが、6月の トレードで ECW へ移籍し、新人のシェーマスとの構想や、吉立とのコンビで活動。番組終了後は2010年3月3日より、スマックダウンに移籍するもほとんど TV 出演することなく、4月末の追加ドラフトにより、RAW へ移籍した。素顔のダスティン・ローで SNXT シーズン3では、アクサナを指導するプロとして登場。当初は、 指定関係であったが次第にゴールダストが恋愛対象としてアクサナを見るようになり、彼女もそれを答えるようになった。10月の RAW ではテッド・デビアス・ジュニアからミリオンダラーベルトを強奪。これがきっかけでアクサナと共にデビアス・ジュニアマリースとの交想を開始する。 10月19日の NXT において国外退去の危機にあるアクサナを救うためにプロポーズをし11月2日にリング上で結婚式を挙行父のダスティローデスイボテイのコーディローデスも出席したデビアスジュニアとマリースが式を邪魔しに来るが神父にテッドデビアスが登場順調に式が進むも誓いのキスを行おうとした瞬間アクサナが ゴールダストに平手打ちを放ち、破局となった。破局後もミリオンダラーベルトは、アクサナが持っていたが11月15日、オールドスクールエディションと銘打って行われた、スペシャル版の RAW で、ゴールダストに取り返される。その後、ゴールダストは、正当な持ち主であるゲビアスに変換し、構想は終了した。12月に肩を負傷し、長期欠場となり、 その間はバックステージプロダクターとして番組を支えていた。2012年に名優ブッカーティートイボテイ、コーディ・ローデスの構想に際して素顔のダスティン・ローデスとしてスマックダウンに登場、ブッカーを擁護し、コーディに警告を投げかけた。ゴールダスト2012年4月27日に行われたスマックダウンでの吉立 エゼキエル・ジャクソン対プライムタイムプレイヤーズ戦において、プライムタイムプレイヤーズが、吉立に放った、合体にが危険であったという理由で、その試合の責任者だった、ダスティン・ローデスは、ロードエージェントを解任された。2013年、ロイヤル・ランブルに出場。弟のコーディ・ローデスと長く戦った末途中敗退。同年9月、コーディが COO であるトリプル H のやり方にことを、 唱えた末に解雇され、翌週にコーディの復帰をかけて、ランディオートンとの試合を行うが敗戦してしまう。さらには翌週父ダスティンが、ステファニー・マクマホンの策略により、ビッグショーに、コパンチを浴びせられてしまう。その後も、トリプル H らとの交想を続け、10月6日に行われる、バトルグラウンドにてコーディとタックを組み、ロマン・レインズセス・ロリンズとの、勝利すれば、 兄弟ともに団体復帰、敗北すれば今後一切 WWE に関われないとのコントラタック戦を行い勝利、兄弟での団体復帰が決定した。現地時間の10月14日の RAW で反対制派となったビッグショーの助けもあり、シールドを撃破、コーディローデスと共にタッグチャンピオンを獲得。シールドやウソズ、リアルアメリカンズ。 ワイアットファミリーだから王座を防衛し続けるも、ロイヤルランブル2014のプレショーにおいてニューエイジアウトローズに敗れ王座陥落。その後も、ウーソズやワイアットファミリー、ライバクセルとのタック戦線での不調が続き、ついに6月のペイバックにて弟にタック解消を公言された。コーディは、新パートナーを探すと言い,い、数名の新パートナーを経た後、 6月16日の RAW にてゴールダストのコスチュームなどの外見を模倣したスターダストを名乗り新パートナーとなりゴールスターダスト等と呼ばれている長らく弟と共に不思議なやりとりを続けるスキットを展開しサマースラム2014明けの8月18日の RAW においてタック王者ウソズに勝利翌週は タック王座戦にこぎつけたものの、リングアウト勝ちにより、王座を奪えなかった不満から、弟ともども、ヒールターンを果たす。その後9月ナイトオブチャンピオンズで王座を取得したが、11月のサバイバーシリーズにて、王座陥落。その後不調が続き、弟と抗争、敗北後不詳により、戦線を退くこととなった。2019年4月21日、 自身のツイッターアカウントで WWE を退団したことを表明した。8月2日へ入団を発表した。フィニッシュホールドその他の得意技。ありがとうございます。